はい。 今回は雑談ということで僕がいいと思う女性という内容についてですねちょっとお伝えしていきますたまにねこの話聞かれるんですけど答えが難しいんですよ僕そもそも恋愛とかね女性経験とか得意なわけではないんでただ真剣にそういった質問とかに関してねお答えしてみようかと思いまして僕がいいと思う女性っていうのはね言っていいかもしれない わか,かりまませんけど、まあまあ男性をまあ応援してくれるあのそういったまあ女性なんじゃないかとでそういったえ方は、まあ、まあいいっていうのも失礼ですが、まあ、まあ素晴らしいと思いますし、えー、まあそういった方ででしたらまあね、えー、一般的にっていうのも変ですけど一般的にその、まあえー、まあお付き合いとか、まあ、そういったまあ夫婦関係とかそういったものもまあうまくいくんじゃないかななんていうねまあ生意気ってすみませんということなんですけど、まあ、それをまあちょっとお伝えしていきます。 たまにですねま、えー、まあ、まあリスナーさんもそうですが聞かれるんですけど、まあ、どのようなまあ、えーまあ、女性がま好きなのかっていうことなんですけど、まあ、正直、あの答えにあの困るんですよね、それはなんでかというと、別にそんなね、まあのこう難しい話じゃないですか、で恋愛とか全く得意ではないんで、僕ね、その皆さんがどう思われるかわかりませんけど、であの、まあ、女性に関して、そんなどうこうあの言うとかね、そんなこと、別に全くないんですよ。でただああのまあ、皆さんがどうか ないんですけど、たまに聞かれるんですけど、年市とかねがなんとかですか？とかって言うんですよ。年とかまっ全くどうでもいいんですよ。でえまもっと言,言えば。 ルックスとかも別にどうこう関係ないですよね、スタイルもどうこう関係ないんですよ、なんでかというと、おそらくルックスとかスタイルとか、年では長く一緒にいることっていうのは難しいと思うんですよね、僕もそうですし、一般化した話をすると、男性が喜びを感じるときっていうのはどういうときかっていうことが分かっているっていうことで、分かっているっていうのも変ですけど、そういったことが分かっていて、僕もそれは思うんですけど、まあ 男性というか男がう、えー、嬉しいと、まあ、喜びを感じるときは、まあ、その女性が、えーまあ、男を応援しているときういった、えー、話があるんですよ、でまあ、これは、まあ、僕も最もだなとあの思うんですよね、うんでえーまあ、実際にそういう、まあ、心理学じゃないですけどそういうのが分、えー、かっているということで、ねえー、女性に応援されていると男性はあの、まあ、元気が出る。 えー、自分の実力以上に頑張れるそういうことがまあ言われているんですよだからこの、まあ、男女関係とかまあ、恋愛関係とかまあその夫婦関係もそうでしょうけどその男の人というのは女の人の応援がなくてはまあ,あの厳しいっていうことなんですよで、えー、まあ、僕の話もそうですけど、まあ、女の人が男の人を応援し,、えー、しないっていいうしないその男女関係 恋愛とか結婚とかっていうのは、なかなかうまくいかないっていうことが、えーまあ、言われてるんですね。僕もこれ、最もだと思うんですよ。うん、だから、あのここまでの話でわかると思いますけど、どこにもルックスもスタイルもね、別にそのたまに年齢とかって出てこないんですよね。うん、な何もそれでは、えーまあ、良好な関係にも、まあ、良好な関係っていうのも変ですけど、入れらあの,、ね、そ,のその良好な関係に入れるわけではないっていうことなんで。うん だからあの、まあ、僕の、まあ、意見を言っていいのか分からないしそういった答えを求めているのか分からないんですけど。まあ、あまああの なんか男性をこう受け止めてくれる女性受け入れてくれる、えー、女性、まあ、そういうあの女性があの僕はとてもあのい,い,いいなと思うんですよ、うんまあ、たまに聞かれるんでそれ何と答えていいのかわからないんですけどねんであの僕は YouTube させてもらってるんでるので、まあ、皆さんはリスナーの方にはとてもいい方が多いんで、えーまあ、とても感謝してますけど大体、まあ、いい職場とか周りの人にあの、まあ、言わないですけどもあの言っても無,無,無意味だと思うんでね YouTube してるっていうと、大体、いいこと言われないですから。うん 前、お伝えしたことありますけどね、ねその分かりませんけどあの、いいとして何考えてるのかわからないとかって言うんですけど、いやいや、別に真剣に考えてますよって、い,いろんなことをね。だ,だけど、あのやっぱりそうそうそうまあ理解を得られないっていうのも変ですけど、まあ、僕、理解を得られない人だと思うんですけど、まあそれもそうですけど、例えばそういった人、まあ、女の人もそうですけど、大体その応援してくれる言葉をか,かける人ってい,いないんですよ。僕、あの今まで見たことがないんでね、あ1人いたかなと思うんですけど、それもなんかちょっとわかんないなと思ってね。うん で逆にあの、まあののまそいつもコンテンツを聞いていただいたいのリスナー様っていうのはそういったあの、まあ言葉をかけてくださるんであの頑張ろうっていうあの気になるんですよ。うん まあ、そういうはあの言葉をいただいてね。だから、あのまま僕のそのまどういった女性がままいいとか。まあ好きとかっていうたまにご質問をいただくんですけど、まあそんなことにあの偉そうに答えられる立場にはいないと思うんですけど、ま何か思ったら答えてください。とかってま言われたんでね。あの、恋愛関係、男女関係えまね。夫婦関係とか。まあ僕結婚してないんで言えないですけど、あのでそれでまあいわゆるいい女性という定義をね。ま僕は定義をするんであれば、まそのま。 を肯定してくれる女性、うん、そういう人だと僕は思います。でそういう人って多分、あのほかの男性からも支持されると思うんですよ。うんで 皆さんも思ってらっしゃると思いますし僕も思うんですけど生きていればうまくいかないことって多いじゃないですか別に仕事でも何でも私生活でもそういうなんかうまくいかないときにそれをあの受け止めてくださる女性、女性ですねま今回一応僕男性側の立場なんでそういうあの女性がいるとですねおそらくそこからまあ男性も頑張ろうという気持ちになってままああのいい方向にあのまことが向かっていくんだからまよく言う循環が良くなっていくってそういった 話だと思うんですよ。で、うん、何かしたら失敗することっていうのも当たり前ですから、まあそういった時にまあ受け止めてくれる方がいれば、まあその後ね意欲的にもっと頑張っていけるって、えー、そういったことだと思います。だからこの、まあ男性が好きな女性っていうので、のでね、えー、一つ言うと、まあ男性をまあまあすべてとは難しいですけど、男性の多くを受け止めてく,てくれる人とか、まあ男性を応援してくれる人、そういった話だと思います。だ僕はあの、まあ僕はたまにいいとあの思う女性はどういう人ですかとか。 まあそういうのを言われるとね、えー、まあよくたまにまあ冗談じゃないですけど、本気で言ってますけど、まあ、人間中身なんだみたいなことを言うじゃないですか、まあ、たまに言うんですよ、人間やっぱな中身だなとかって言うんですけど、でその中身とか、うん、内面がいてどういうことかって言ったら、おそらくこういったことなんじゃないかとあの <laughs> 思いますで。YouTube とかさせても,あのもらうと、ですね、まあ、思うことっていろいろありまして、その女性のまあリスナー様のまあ温かいお葉っていうのをね、まあ、いただくっていうことで、まあ、僕もなんとか,か,んとかあの頑張れてるっていう、そういったところ。 がありますので、まあ、本当に感謝の限りでそのまあ、どういう女性がままあ,あの、まあ、好きっていうかいいと思いますかってい、えー、うとまあこのような、えー、ことをあの答えましたでまあ、皆さんがそういったことをもし悩,悩まれているっていうのも失礼ですが、まあ、真面目な話だったんで、まあ、悩まれているっていうことであればその悩みの、えー、一つのまあ、答えっていうかにあのなると思うんですけど、まあ、もしその まあ、女性の方が男性にま支持されるあとまあ好感を得られるっていうことの、えー、まあ一つっていうか大きな、えー、この要因ですけどこの男性を受け入れるとかね、えー、そういったことが、えー、そういったことができるというかそういうことをされるとあのおそらく男性にあのグッと好かれる男性にあの好感度が非常にあの上がるとまあ、そういうことだと思います僕はあのさっきもね何度もお伝えしてますけど恋愛とかまあ不得意なんですよそれ別に得意でもないしね全く そのなんていうのかな、その男女関係とか恋愛関係とかでね、えー、光を浴びて生きてるわけではないんで、どちらかというと暗い中を生きてるんでね、で別にそんなあのなんかそうお付き合いしたいとかそういうことも別にあんま思わないんですよ。あのまあ自分でいうのもなんですけど向かないと思ってるんでね、正直で、えー、まあそんなただ向かない僕にね、まあどういうまあ方がまあ、えー、まあ好きかっていう話で、ね、であの、うん、うさっき言いましたけど。 まあ正直言って、えー、別にルックスもスタイルも年、えー、でも別にないですね、うん、そんなのが別に好きなわけでもないしそんなの別に追っているわけでもないでそもそも追ってもいないんですけど、まあ、もし僕があのまあ、答えていいとか、まあ、そういった話であれば、えー、まあその応援してくれる女性がまあ僕はあの好きですね別にこの YouTube もそうですし、まあ、その一般的に、うんまあ、一般化して言うとこう男性を受け止めてくれる人とか男性を応援してくれる人そういういああのの女性ってあのまああの素晴らしい とまあ僕思うんですよ、うん、で a、えーまあ、まあもしっていうかね先ほどお伝えしましたけどまあ。 まあここにいらっしゃる方はその先ほどお伝えしたようにね、えー、まあ優しい言葉をかけてくれる方がほとんどですので素晴らしいと思うんですが、まあ、そのまあ男女関係とかそういうのがまあう,うまくいくというかそういういのがより良くなるのであればそういった要素をあのあの考えると、まあ、うまくいくんじゃないかと名前を言ってすいませんということでたまにこの聞かれるんでね、まあ、どういった女性がえまあいいですかということで、えー、まあ僕はあのそれに関して答えると、まあ、応援してくれるまあ女性。別にあの、 うん、あらゆる意味で、でおそらく、えー、こういったことを思っている、えー、男性は他にもいるんじゃないかと、まあ、そういう、まあ、僕なりの解釈でしたということで、まあ、ちょっとあの雑談ということで、たまにあのこういった話を聞かれるんで、えー、もちろんあのこういった話、非常に不得意なんで、ねえー、うまくできないんですけど、何かご参考にしていただければと思います。ということで、今回ここで終わりです。あの最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。失礼いたします